ぜひ伺いたかったんですけど、この銀座の老舗の名店のご主人がお寿司って食べに行くことあるんですか？あ、それは街中で結構行きますけど。え、街中でも行くんですか？行きますよ。でもちょっと入りにくいですよね。いや、それは入りにくいですよね。例えばもう1回しか行けないとしたら、1回しか行けないとしたらぜひここだっていうのはあります？まあ1回しかどうかっていうのは、まあ、さっきと言っても、まあ、石川県小松にあるんですけど、そこは安家さんって言うんですよ。はあ、僕名前だけ伺ったことあるんですけど、すごく有名で、もしよろしければお供させていただければ。よろしければ一緒に、ありがとうございます。またいろいろ教えていただいて。いや、楽しいな、それは。そして1週間後、2人は石川県へ飛びました。いや、寒いですね。そうですね、やはり。実は2代目が安家を訪れたのは20年前。おぼろげな記憶を頼りに向かいますが、この辺だと思うんですけどね。なんかもう随分こう住宅地というか。はい、ここですか？だと思うんですけどね。料理屋さんっぽいけど、なんか名前が違いますね。なんか司法書士事務所に。司法書士事務所にちょっとあるべき場所にいない名店。近所の方に伺ってみることに。すいません、お忙しいところちょっとお聞きしたいんですけど、はい、ここに安家さんって寿司屋さんがあったはずなんですけどね。ああ、ありました。あ、もうあそこにあったんですけど。 あれやっぱりそうですか。どこ行ったか。ああ、どうですかね。僕はちょっと分かんないんですけど、うん、ただね、昔おいで帰っておいでた人らやったら、知っておいでないかなと思うけど。どうだった？どうだろうね。山城の須田先生って陶芸家の方、知ってますよ。あ、知ってますね。有名な。そうなんですか。ちょっと見学を兼ねて。そうですね。はい。まいりましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。二人は雪の山城温泉へ。客として安家に通っていた窯元だけに何か手がかりがつかめるはず。あ、この看板が黒山人の。黒山人のお風呂になったやつですね。失礼いたします。ごめんください。九谷焼の名門にして異彩を放つ窯元須田製菓。大正4年、まだ無名だった魯山人はここで初代須田製菓に才能を見出され、陶芸の魅力にはまっていったといいます。当時魯山人が見よう見まねで作った作品が今も残されています。どうもお久しぶりでした。4代目須田製菓さんが迎えてくれました。須田先生、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、前小松の中に安家さんってあったじゃないですか。今日もちょっとあれだったんですけど、もうね、亡くなっちゃって。そうですね、はい、小松からちょっと金沢の方へ行かれて。あ、そうですか。その場所もちょっとわからないんで、ちょっと教えていただきたいなと思いまして。あのね、金沢の中心街の片町のそばなんですよ。若き魯山人に思いを馳せる暇もなく、二人は一路金沢へ。さあ、いよいよですね。そうですね。ちょっと回り道しましたけど、いや、でも久兵衛さんのおすすめする店楽しみですね。いやいや、楽しみしてるんですよ。金沢の中心街片町、須田先生に書いてもらった地図を手に寿司の名店安家を探します。はい、あ、こちらですか。あ、本当だ本当だ。やっと見つけました。ここが寿司通が通う店安家。ごめんください。どうも、いらっしゃいませ。こんにちは、初めて。ご主人森田和夫さんは寿司職人や食通にその名を知られる名人。7年前にこの土地に移転した小松安家。今でもこの日の2人のように店を探してやってくるお客が後を絶たないそうです。店にはメニューがなく、全てお任せ。お嫌いなもんなかったら一応一人前出させていただいて、はい、足りなかったらまたおっしゃってください。それでよろしいでしょうか。はい、よろしく。楽しみです。はい、見るとメニューばかりか、ネタを保管するショーケースもありません。ネタは明かりが入らず傷みにくい木箱に入れて保管しているんです。その木箱から最初に取り出したのは、鮮度を保つため紙に包まれていた赤イカ。
赤い皮を熟練の技で三枚におろすと、それを短冊に切り、見事な手さばきで握ります。よく見るとイカとシャリの間に何かが。炙って包丁で切ったゴマ。キューバの50年の中でやりづらいってことはないの？全然そうは思わないよ。今日は挑戦的な理由を逆にこれを食べてもらおうと。逆にそうご主人が最初に食べてもらいたかったのは赤イカの糸作り。これもこの中でそう少しちょっとつけていただければ。ね、もちもちってしてるんですけど、うん、ちょっと関東の煽りともちょっと違うかなっていう部分はね、間にちょっとねごま挟んでなんか香り、うん、食感をね、楽しんで。やつけのご主人が毎朝仕入れに向かうのは近江町市場。関東の市場ではあまり見られない日本海の幸が並びます。越前ガニにガスエビ、こちらは高級魚のノドグロ。そしてこの日ご主人が仕入れたのは富山湾に上がった越中梅貝でした。越中梅は握りで？握りで。ああ、そうですか。面白いですね。キューベイの2代目もあまり馴染みのない越中梅貝の握り。まずは塩で揉んでアクを取ります。このアクの量が半端じゃない。よくアクを取ったら握り、塩とすだちを振って食べます。北陸ならではのネタを使った握り。このままでどうぞ。いい音してますね。本当ですね。ねえ、田崎さんもこの握りを味わうのは初めて。いやでも越中梅、あのね、しこしこっとね、おいしいと、旨味も甘みも強くて。次にご主人が木箱から取り出し握ったのは、見た目も綺麗なヒラメの昆布締め。梅肉を添えて出されます。名人も反応が気になるようで。ドキドキしてるんですよ。昆布としては浅めですよね。あのね、この白身の昆布は買ってしまうとね、あまりね、昆布はほっと香るという感じに。でも昆布とかのすだちと梅と合いますよね。反省しなきゃいけない。やつけのおまかせ握りは3675円。日本海の旬の幸を使った握りに、ウニと漬けマグロの変わり寿司、そしてうな球がつきます。やっぱり最初もイメージでは本当にお名前有名ですからね。お値段もグーンとという感じで思ってたんですが、3500円からいただいて、安い点でね、もう勉強してらっしゃるっていうかね、本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。そしたらお土産のちょっとお寿司こしらえますので。お土産ですか、ね、実は久兵衛の2代目は20年前に食べたこの土産が忘れられないのだとか。新鮮な魚を醤油と数の子で和えます。これは梅干し代わりと。梅干し代わり。そうなんです、本当に梅干し代わり。なんと酢飯に包み巨大おむすびのように握るんです。すごい馴染んでちょっと出てくるんですね。酢飯とネタが馴染んで食べ頃になるのは3時間後。お土産にはうってつけ。美味しそうな、だんだんまた楽しみ。時計見ながら楽しみに。そう、田崎さんも時計見る口やから、もう大丈夫かな。3時間ですよね。お客を心から楽しませてくれる北陸の名店、今も健在。